はい、どうもこんにちは。マスカミソ4代目の若です。今日はね、まあこれ目の前に仕込んだお味噌があるんですけど、まあお味噌作りするときに一番最初にね、結構疑問に思われる方がいる、どんな容器に仕込んだらいいのか、まあそのね、容器ごとに特徴とか違いって出るのかなっていうところを、まあちょっとね、いろんな容器紹介しながら、まあ自分に合う容器の選び方っていうのをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあね、お家でお味噌作るときに、まあ使われる素材というか、ね、容器、どんなのがあるか、まず最初にね、簡単にちょっとご紹介しちゃいます。まず今日ね、用意してある一つ目。これですね。見えます？まあ、ポリ袋とかプラ袋。ね、袋タイプですね。二つ目。プラスチックの容器ですね。まあ、これ、桶型のプラスチックの容器です。あとまあ似たような素材だと、まあ、タッパー使ったりとかされる方もいらっしゃいますね。じゃあ3つ目。陶器とか磁器とか、まあ、あとガラス系の素材の容器っていうのもありますね。で、4つ目。木桶。まあ木を使った桶ですね。っていうね、この4つの容器のちょっとお話だったり、違いっていうのをしていこうと思います。はい、じゃあね。まあまず1つ目。この袋タイプの特徴。何があるかというと、実はめっちゃメリット2つありまして、1つ目、安い。そうなんですね。これ袋タイプってまあね、まあ市場で買ってもそうなんですけど、一番多分袋の容器としては安く手に入れることができるかなって思います。で、2つ目、小スペースで済む。どういったことかって、他の容器で場所結構取るんですけど、この袋タイプって使ってる時はまあね、お味噌入ってるんで場所取ります。ただこうやって上折り込めたりとか、このまま冷蔵庫に入れたりとか、まあ、小スペースで済む。で、使わない時とか、まあ、捨てちゃったりする方が多いんですけど、まあ、使わない時はね、ほんと袋なんですごい薄くなるっていうように、価格が安くて小スペース向きっていうのが、こういう袋タイプのメリットかなっていうところがあります。じゃあデメリットないのかっていうところなんですけど、まあ微妙なところだと、例えば、まあ、こういう袋タイプって上チャックになって密封されて、まあこの発酵する過程でガスが溜まって、発酵の時に出るね、そのガスがパンパンになってガスを抜くっていう作業が他の容器と比べて必要だったりするんですけど、まあね、最近こういうよく見ていただいたら分かるかな、これね、バルブって呼ばれる空気を抜く、まあ、ガスを抜く栓がついてる容器もあるので、こういったのを使えばまあ大丈夫かなと思います。あとまあデメリットじゃないですけど、向いてる味噌としては少容量の味噌を仕込むと向き、なんでまあ 500g、1kg、2kg とか、まあ 4kg とかね、まああんまり量が多くないお味噌を仕込む時には向いてる容器かなと思います。じゃあね、2つ目はこういうプラスチックタイプの容器、あとまあタッパーとか使われる方もいらっしゃるけど、まあ今日はこういう桶型の容器の話です。で、まあこういった容器のまあいいところとしては、まあさっきの袋タイプと同じなんですけど、比較的安いですね。あとは他のこういうね、しっかりした容器タイプの中では比較的軽くて取り扱いやすいっていうのが、こういうまあこういうプラ容器の特徴になってます。あとね、デメリットあるかなっていうところなんですけど、まあ素材によってはまあ酸とかそういったのにちょっと弱いね、まあ袋もそうなんですけど、ものがあったりするかなぐらいですけど、まあ普通に使ってる分だったらまあ大丈夫かなと思います。あとタッパーね、タッパーね、使われる方はちょっと注意いただきたいのが、食品を保存するタッパーって結構ね、なんていうの、長方形になってて表面の面積が大きいじゃないですか。で、ああいったのって空気にね、表面触れる部分が増えちゃって、実はそれってあんまりお味噌にとって良くないことなので、まあああいうのでもできないことはないですけど、もしこういうね、タッパーとかプラ容器に仕込む場合は、少しでもね、この間口、口が少しちっちゃめのね、やつを使うっていうのが、まあ一つのポイントになるかなと思います。で、三つ目。まあ、ここからちょっとね、特徴的な容器じゃないんですけど、まあちょっと重いね。まあこれは亀って呼ばれるものです。まあ似たようなのというかね、仲間とかだと、あと、ホーロー。まああれは金属製の、金属を元にしたホーローだったりとか、まあガラス容器とか使われる方もいらっしゃいますね。まあそういったね、容器。のまあメリットとしては、まあ一つ目は非常にね、密封性が高いっていうのがあります。どういったことかっていうと、まあお味噌ってね、仕込んでる時、そういうね、
外気から触れるとかね、その空気が通透化するっていうことがないので、非常に安定した、まあ、ばらつきが少ないお味噌を作るっていうのに、まあ、向いてるかなと思います。まあ、あとは結構頑丈とか、まあ、そういったのもいいところかな。デメリットなんかあるのかっていうところだと、まあ、やっぱねちょっと重い容器自体が、まあ、これねさらに中にお味噌入ってるんで重いんですけど、まあ、容器が重かったりとか、まあ、物によっては落としたら割れちゃうとか、そういったところのね、まあ、デメリットがあるかなと思います。あ、一個伝え忘れたメリット、見た目がかっこいいとかもありますよね。まあ、色とかね、まあ、これ白タイプですけど、まあ、いろんな色もあるし、まあ、ガラスも好きな形があるかもしれないんですけど、そういったね自分の好きなものを選べるっていうのはこの容器の面白さかなと思います。はい、じゃあ最後ね、4つ目は、まあ、この木桶っていう容器の特性だったりについて少しお話ししていきます。まあね、これね、まあ、お店屋さんとかでも使ってる人いるんですけど、タイプとしては実はちょっと上級者向けになるのかなっていうところです。じゃあこの木桶のいいところとして、まあ、お味噌に対してっていうところで考えていくと、まあ、桶って、まあ、私たち お店屋さんとしてお味噌作ってる時もそうなんですけど、まあ、お味噌って麹菌以外にもいろんな酵母菌とか乳酸菌とかいろんな微生物たちがお味噌を美味しくしてくれます。で、そういったねいろんな菌の住処にこの木桶はなる。だから微生物のお家として役目を果たして、お味噌がね熟成する過程でそういう微生物が働いてお味噌を美味しくしてくれるっていうのがあります。ただとはいえ、それって一回ポッキリ使うとかではなくて、使えば使うほどそういう微生物のお家として容器がちゃんと成長していく、つまり使えば使うほど美味しいお味噌がどんどん出来上がってくるっていうのがこの木桶の面白さかなと思います。なんでね、まあ、メリットって聞かれたら私結構すぐ言っちゃうのが、まあ、ロマンだったりとか、ね、そういうように、あの他ってどっちかっていうと安定性とかで与える部分なんですけど、こういうね桶っていうのはそういう深みだったりとか複雑性って私表現するんですけど、そういうねちょっと味のロマン的な部分をすごいね、やるのにいい容器だなって思ってます。はい、じゃあね、こういうね木桶の、まあ、デメリットどんなのがあるかっていうと、まあちょっとね高価だったり、あとはまあ使っていくのにポイントっていうかねコツがあったりします。さっき言ったように1回だけ使うんだったら木桶はやめた方がいいです。やっぱり継続して使う時に、まあ、これからね何回もお味噌仕込んでいく方とか、まあ、こういう木が好きな方とかも全然いいんですけど、やっぱ使っていくっていうのがこういうね昔ながらの道具の一番重要なポイントなので、まあね、そういったのが合う方に向いてる容器かなと思います。はい、じゃあ最後にねまとめっていうところなんですけど、まあね、今紹介したのとか、まあ、実際どの容器でもお味噌はちゃんと仕込むことができます。ただ、まあ、容器によって値段も違うし、まあね、出来上がってくる実際個性、お味噌の個性も違います。そこは、まあ、自分にね合う容器を、まあ、好きなのを選んでいただいてお味噌を仕込んでいただけたらと思います。なのでどの容器でもちゃんとお味噌できるので、安心して自分に合った容器を選んでいただけたらと思います。はい、じゃあね、この動画が参考になったなっていう方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。じゅんまめじゅんまめ、まつづかみそのじゅんじゅんじゅんまめじゅんまめみそ。